コードロン G4 コードロン G4 は第一次世界大戦期のフランスの複用創発複座の偵察爆撃機である。設計者はガストン・コードロン。初飛行は1915年。ガストン・ルネのコードロン兄弟が製作した前作の G3 は信頼性の高い偵察機ではあったが爆弾化や旋回機銃の装備が困難であった。そのため、 G3 の総発型として開発を開始1915年3月に初飛行した。機体の構造は G3 と同様だが、発動機は主翼間の操縦席両側にルローヌシーまたはアンザニ銃を1機ずつ装備した。また、4つある垂直尾翼は2つのみが方向だとして動き、翼面積も増加した。 本機は1358機がフランスで生産され、イタリアの AER で51機、ブリティッシュコードロンで12機が生産されている。1915年11月にフランス空軍発の総発機として運用が開始され、前線より、さらに後方のラインラントへの昼間爆撃に使用される。しかし、ドイツ軍戦闘機の性能が向上すると損害が増大したために、 夜間爆撃に切り替えられた。1916年秋には爆撃任務から退いた。大英帝国海軍航空隊でも爆撃機として採用し、ベルギーにあるドイツ軍の水上機、飛行船基地への爆撃に使用した。1917年秋にハンドレページ O100 が投入された遺する。イタリアではその航空性能の良さが変われ、 アルプス戦線での偵察に使用され、ロシア帝国でも偵察機として運用された。フィンランド空軍では救急用飛行機として使用されている。第一次世界大戦中、連合国側最高のエースとされるルネ・フォンクが最初に登場した機体として知られ、彼は C47 飛行隊に所属していた時期に鈍重な本機で敵機を計2機撃墜している。 このうちの1回は5機のアルバトロス戦闘1920年に日本陸軍はフランスからファルマン海60を定式2型爆撃機として導入することを決定したが、この機体が陸軍初の総発機だったことから、総発機への転換訓練用の機体が必要という意見が出た。そこで第一次世界大戦終戦後は練習機となっていた G4 を3機輸入し、 1920年12月に母式1型練習機として正式採用した。購入した機体は前期所沢の陸軍航空学校に配備された。安定性、操縦性ともに良好な機体で操縦者からの評判も良かったが、定式2型爆撃機も副操縦式で訓練にも利用できたため、本機はあまり利用されず、定式2型爆撃機が収益した1922年には、 退役してしまった。A2 型無線機装備の弾着観測、偵察機、B2 型爆撃機型。搭載量は 100kg、E2 型練習機型、IB 型防弾装備型。この他にも爆撃型や共同機型等がある。また G6 は本機の発展型で胴体と尾翼の構造を改めたものである。G4 バイトにありがとうございます。